ジェルミナルは、フランス海軍のフロレアル級、フリゲート6番艦。艦名は、フランス革命歴の目月きに由来する。ジェルミナルは、アルストムイコールアトランティーク造船所で建造され1992年8月17日に、寄港、1993年3月17日に、浸水、1994年5月17日に、収益する。 1994年5月20日にラロシェルと命名都市の関係を結ぶ。ジェルミナルはトゥーロンに配備され、海外領土や経済水域の警備を主任務とし、海洋における初任務にあたる。本館は1994年4月の組織改編以降、同級館の中では唯一機動予備的な運用がなされている。ヨーロッパ諸国や 北アフリカ諸国の他西アフリカ諸国やカリブ海、西インド諸島方面など、大西洋と地中海の両方に展開している。2002年8月から12月にかけて、長期航海に出る。ダカールを経由した後、南アフリカに立ち寄った後に、フランス領南方、南極地域に向かい所要を済ませた。そこから、ヘラクレス作戦に参加するために、インド洋へ移動し、 1> 第1 5 5合同任務部隊と合流する。2004年3月から6月にかけて、カリブ海及び北米訪問の公開を実施する。2006年11月には、カメルーン・とアラ、セネガル・ダカールを訪問した。2009年1月には、エジプトとイスラエル両国の協力の下で、ガザ地区沖合にて、武器密輸の監視活動に従事する。2009年11月時点において、 ソマリア沖の海賊対策であるアタランタ作戦欧州連合会場部隊に参加しアデン湾に展開している。ありがとうございます。